こんにちは、こんばんは、こんばんは。やっほー、こんばんは、サッチーです。今日も、あ、やすべーさんありがとうございます。こんばんは、こんにちは、やっほー。今日はなぜか前髪がうまくいかなくて、ないない、わかる？なんかね、いつもとさっきまで良かったんですよ。さっきまで本当にめちゃくちゃお気に入りの前髪だったんですけど、どうしてだ。まあいっかこれでという感じで、今日はお気に入り前髪ではない前髪でお送りしております。サッチーありがとう。サッチーどうだ、はじめまして、山口県民。はじめまして、サッチも山口県民ですよ。一緒だね。あ、そう、今日サッチは青色です。初青色。サッチいかがですか。今日は青です。いつも白か黒か紺しか着ないんですけど、今日は初の青色。いいと思った方はグッドボタンお願いします好きな色は、好きな色は青と白と黄色が好きです。です。黄色と白はあのサイリウムカラーにも入れてる色です。青も実は候補にあったんですよ。キヨ兄さん、タコありがとうございます。そう、今日 ST48 の公式 TikTok にサッチーが載ってるので、皆さんぜひ TikTok チェックしてください。あ、TikTok 見たよ、だって。やった、ゆきおさんいいね、ありがとうございます。TikTok が上がりました。3期研究生のある4人で写ってるので、撮ったのでチェックしてくださると嬉しいです。サッチーとの4人で撮りました。めっちゃ楽しかった。くまねんぽさんありがとうございます。りょうちさんありがとうございます。そう、言わ、言いません見てからのお楽しみということで、ぜひチェックお願いします。よろしければいいねの方も待ってます。ひろのりさんありがとうございます。森健銀河さんありがとうございます。亀さんありがとうございます。サッチーの夢だった楽器だ、金管。なんでやねん、なんでやねんそう、見てほしいから。くまねパパさんありがとうございます。おー、くまねパパさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。やすべーさんありがとうございます。なりちゃんさんありがとうございます。三角の目をしたねあるたねあるてんしか恋のし。パフィーさんありがとうございます。結構くまねパパさんありがとうございます。サッチヤッホー。今日はしゅんちゃんさんありがとうございます。東さんありがとうございます。よよよのよさんありがとうございます。みきやくんさんありがとうございます。サッチーってヤッホー。サッチは身長どれぐらい。サッチの身長は157センチです。です。どうなんだろう、まだ伸びてると思いますか皆さん。私は160が欲しいんですけど、まだ伸びてると思いますか。たくさん寝てるし、あ、でもカルシウム取ってないんですよね最近。タンパク質って思いすぎちゃって、牛乳あんまり飲めてない。伸びないでほしいって私は伸びたい、だから伸びます、ごめんなさい
あ、 TikTok 見てありがとう。こんにちは、サッチ、ヤッホーヤッホー、クマネッパさん、ありがとうございます。スノビックいいね。あ、成長止まれさんが多い。止まった方がいいのみんなは。サッチヤッホー。あ、ダメだって。キャベツよく食べるんだけどね、伸びてるかな。サッチヤッホー。いちごを超えていこう。いちご、いちごって160。この前ヒールを履いたんですよ。もう本当にこんぐらいの、あ、ごめん。それは嘘だ。こんぐらい、そう。それでも私はいちごに届かなかったです。これは高すぎるよね。これは違う。こんぐらいかな。めっちゃ高いヒール履いたのにいちごに負けました。そう、いちごに負けちゃったんだ。いちごいいよね、めっちゃスタイリー。マッチさん、リョッチさん、ありがとうございます。ハートとクマさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。いちご167みたいですよ。ね、食べてよく寝たらあるかな。頼む、慎重よ、伸びてくれ。そうだ、確か高かった気がする、めちゃくちゃ。そう、160は欲しいですねって思ってるんだけど、伸びるかな。でも健康診断で毎年ミリ単位しか伸びてなくて、希望は少なめ。そう、 TikTok、 TikTok、 今日のテロップは TikTok です。 TikTok、 TikTok、 TikTok。 タチ、こんばんは、こんばんは、ヤッホー。持ってかこっかな、じゃあ。3センチ盛りは結構バレちゃうね、すぐ。おはよう、おはよう、おはよう。くまねっぱさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日は皆さんのお住まいの地域は雨でしたか？広島は今日は雨でした。傘をさして行きましたね。雨はテンションが少しだけ下がりますね。あ、やっぱ雨か。全国的に今日は雨なのかな。でも、でもじゃない、なんかさっき天気見てたら、あ、KVP さん、お花ありがとうございます。あの24日の大阪の直接お話し会は晴れっぽかったです。やったー、よかった。雨が降ったらどうしようって思ってたので。皆さん晴れでしたよ、朗報朗報。きっと晴れ、このまま行けばハッピー。香川は雲あるけど晴れてる。あ、一番いい、曇りだ。曇り好きなんだよね、サッチーは。千葉は曇ったから言う。あ、千葉の方は天気目なんだ。そうなんだね。こんばんは、こんばんは、サッチーヤッホー。なんで曇りが好きかっていうと、お外に出やすいから。暑すぎないし、雨も降ってないから出やすい。でもお散歩は晴れの日がいいよね。サッチは傘もおしゃれなもん。いや、サッチの傘はビニール傘です。おしゃれなのが欲しいんだけどね、まだ買えてないんだ。はじりこさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。サッチ、サッチヤッホー、サッチヤッホー。アウトドア派、なんか本当に半々かもしれない。でも一日家にこもってたりすると
なんか外出たいなって夜になって思っちゃって、まあ出ないんですけど、だからちょっと外に出るくらいが好きですね。ちょっと買い物とかちょっとお散歩ぐらいが好きかも。でもどっちも好き。でもどっちかというとどうだろう、どっちかというとアウトドアかな。のびおびから来ました。あ、乃木坂さんの配信が終わってるのかな。ありがとうございます。私も坂道大好きです。キッ、 TikTok の笑顔かわいすぎました。ありがとうございます。やった。そうです、 TikTok が上がったので、 TikTok が上がったのでぜひぜひチェックしてくださったら嬉しいです。乃木曜かありがとうございます。曽川三期研究 ST48 三期研究生の曽川咲です。ありがとうございます。 TikTok 見てみるって、ありがとう。ある4人で出ているので楽しかったこんにちはこんにちはこんにちは、サッチヤッホー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。三角。そう、 TikTok なんてもう本当にいつから撮ってないだろうってぐらいだったから、すごい緊張でしたね。エコイヤありがとうございます。サッチサッチヤッホー、サッチヤッホー。そう、みんなが懐かしいって言ってましたね。みんなで、サッチほんま可愛いねありがとうございます。やった、サッチヤッホーヤッホーヤッホー。ヤマピコってなんだ。あ、あれか、ヤッホーヤッホーって言ってるからってことね確かに。20世紀ともちゃんさん、鳥ありがとうございます。パタパタ、サッチヤッホー、こんばんは。さきさんこんばんは、ありがとうございます。すき家食べたいな。今何やってるんだろう、期間限定。青が似合うね。だってやった、ありがとうございます。オッケーオッケー。青、あ、そう、今日ゆいかたんに会ったんですけど、ゆいかたんにもサッチーは青が似合うって言ってくれました。サッチ青似合うなって思ったって今日言われました。ありがとうゆいかたんそうらしいです。嬉しいですね。そう、オッチェさんにも青似合うってよく言われてました。スキヤのカレー好き。わかる、私もスキヤのカレー、なんかお肉が乗ってるやつ、あれ絶対食べてる。毎年、去年も食べました。美味しいよね、すき家のカレー。ちょっとスパイシーだけど、私はそれがすごく好きでした。スタイリーからシンプルにして、ありがとうございます上しか映ってないけど、ありがとうございます。STU カラーが似合うって、やった、白とか青とかかな。ありがとうございます。サッチーもスキヤに行くの。サッチーもスキヤ食べますよ。スキヤよく行ってる、行ってた。ニャイキ、あ、見えちゃった。そう、ニャイキ今日ニャイキです。
こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。さっちやっほー。そう、好きや好きです。私ジム、なんかなぜか知らないけどすごく覚えてて、私はが初めて食べたすき家は高菜明太マヨ。なぜか知らないけどめちゃくちゃ覚えてる。で、あ、こんな美味しい、結構まだちっちゃかったんですけどね、こんな美味しい食べ物があるんだって思いました。でも味が濃いかったけど私はめちゃくちゃ美味しかった。でも味濃いねって話してましたね。こんばんは、こんばんは。サッチーやっほーやっほーやっほー、ありがとうございます。松屋派か、松屋もいいよね。こんばんは、こんばんは。チーズ牛丼いいよね。チーズ牛丼はよく頼む。はい、How old are you? 17 years old。英語いいよね。サッチヤッホー、声やありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そう、この前道を、あの外国の方に道を聞かれてる方を見て、すごいペラペラ喋ってたんですよ。一瞬しか通ってないんですけど、かっこいいと思って私も憧れてます。おお、This is straight turn left って道案内したい。でもできない自信 100%。 Turn left and turn right。 Good good OK。 What OK?こんにちは、サッチ、ヤッホー、ヤッホー、こんばんは。お、お腹がすごい、私の体内時計すごいかも。お腹が空いたって思ったらもう7時だった。そうだよね、今ちょうどお腹空いたって思った。サッチ、ヤッホー。皆さんは何食べましたか、晩ご飯。なんかよく話してる気がする、晩ご飯何食べましたかってね。リエチ英語得意なんだって、すごいよね。いいな、かっこいい、英語得意なの。鶏を食べました。鶏肉、麻婆豆腐と、あー、いいね、麻婆豆腐昨日食べたいなって思ってた。ちょうど TikTok 見たよって、やったー、ありがとう。そう、まさかのあの3人です。カツ丼、あ、食べたい、すごく食べたい。お豆腐いいね、私も今日お豆腐にしようかなと。お豆腐と昨日の鶏肉、胸肉か、牛肉いきます。いいね、牛肉。何を食べるやつ、今日は昨日作った鶏胸肉と、でも今のとこは鶏胸肉だけの予定かも。でも何かあったら食べたいですね。こんばんは、こんばんは、やっほー。ハンバーグいいね、サチ、やっほー。ミシェルボーイさん、ありがとうございます。青鬼くんさん、こんにちは。間違えちゃった。こんにちは、こんにちは。訪問たくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生の曽川咲です。見に来てくださってありがとうございます。バレたらしばく叱られるって、怖いね、ドキドキだ。ドキドキしながら見てる。
そう、タンパク質中毒で最近なんかタンパク質をすごい求めちゃう体質になっちゃって、そう、鶏の胸肉と納豆と卵と豆腐は必須ですね、私的に。こんばんは、こんばんは。そう、タンパク質中毒なの今。お料理できるの？お料理でもできるのかな、なんかでもよく料理はしますよ、料理好きなので。お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。ボディービルダー、ボディービルダー、筋トレはしてる、筋トレはしてます、毎日動画を見ながらやっております。平次さん、ハートありがとうございます。スーパーモモンガさん、ありがとうございます。サッチーヤッホー、エコエア、ありがとうございます。サッチーヤッホー、 TikTok TikTok TikTok、 いや全然もうカチカチじゃないです。普通の腹筋。 TikTok 出たね、そうです、今日 ST48 の公式 TikTok アカウントでサッチーとあと3人合計4人で TikTok 撮影をしました。楽しく、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。サッチー ST48 の公式 TikTok アカウントでです。ぜひぜひ見てきたよって、やった、ありがとう。おこんばんは、おこんばんは、やっほー、ちょい見てくれ、ありがとう、感想待ってます。今ループ中、大丈夫かな。こんにちは、こんにちは、さちかわち、ありがち、ありがとう。そう、めっちゃノリノリだったの、楽しかった。なんか本当に久しぶりに撮って、そういえば TikTok ってこうだったわって思って、上がってましたね、テンションが。 TikTok 見てきたよって、ありがとう、やった。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。T48 3期研究生の曽川咲です。初訪問たくさんありがとうございます。ブン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 、チュンチュンチュン、こんばんは、こんばんは、かいかい、かきかき、かわち、ありがとうございます。これサッチーの笑顔らしい、カナウタンに言われた、サッチーの笑顔で撮ろうって、この前自撮りした時にサッチーの笑顔、これらしい、うん、これサッチーの笑顔らしいです。サッチーヤッホー、ヤッホーヤッホー、サッチーヤッホーヤッホー、簡単に言われる。そう、これサッチーの笑顔なんですって、全部が線になるらしいですよ、サチスマイ。あっちゃさん、バラありがとうございます。りょっちさん、あ、こっちがバラか、本物の。りょっちさん、バラありがとうございます。見てきた、ぴょんぴょん跳ねすぎてかわいすぎ、あ、ありがとう、やった、チェックありがとうございます。そう、ぴょんぴょん跳ねてたんで楽しくて。森健銀河さん、ハートありがとうございます。竹まつるさん、かわいい、ありがとうございます。猫ポーズ、猫ポーズとかさ、犬ポーズ考えた人すごいよね。ブーケ、あ、ブーケか、なるほどね、ブーケありがとうございます。じゃあ今日は15分まで
配信しようと思います。で、13分ぐらいになったら壇上を読まさせていただきたいと思います。初訪問たくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生の曽川咲です。こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。ソーリーワッチはインスタグラムね。 No I haven't Instagram account。 りょっちさん、バラありがとうございます。歌うまい子ではだって、やった、そんな嬉しい名前で呼んでくださるなんて嬉しすぎます。歌うまい子って呼んでくださってありがとうございます。やった、めっちゃ嬉しい。歌頑張る、もっとって思いましたありがとうございます。昨日弾き語り悲しく、あ、じゃあ今日は弾き語りはしないんですけど、カラオケを一曲歌おうかなって思います。ならもう歌った方がいいよね。あと1分だ、あと1分じゃない、あと1分、それはそう、それはそう、カラオケします。今日はね、すぐそこに撮れる場所にある、ほら、そう、充電ね。今日はなんとちょっと部屋の大移動になっちゃったんですけど、あのやろうって思ったら 10% しかなくて、これはなんかもう多分無理だって思ったので、と部屋を大移動して充電をさしてました。じゃあイヤホンさします。何歌うかな。じゃあ時間も時間なので、あ、どうしよう、じゃあ今日は、今日はこの曲にしたいと思います。
誰かの指示待ち続けたくない、痛い時に自分で踏み出せる強い意志を持った人でいたい、もう一人の明日の私を探そう。時間切れじゃなくて考えたその上で未来を信じること、後悔はしたくない思ったそのまま、正解はわからない、たった一度の人生だ。ほら人ごみ欲しいんだ、きっかけ。決心のきっかけは理屈ではなくて、いつだってこの胸の衝動から始まる、流されてしまうこと抵抗しながら生きるとは選択した、たった一つを選ぶこと、真は自分から思ったそのまま生きよう。ありがとうございます。今のは乃木坂46さんできっかけでした。ありがとうございます。ありがとうございます。パチパチパチ、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。パチパチ、うまい。ありがとうございます。やった、感動しました。ありがとうございます。本当ですか。ありがとうございます。声が尊い。ありがとうございます。最高すぎる。ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。それではイヤホンを熱くさせていただきます。ありがとうございます。今のは乃木坂46さんできっかけでした。ありがとうございます。おかんも声を止めか、あー、ありがとうございますそう、高音の時ちょっと肩だけだったんですけど、すいません、サッチの左肩でした。ありがとうございます。お、一番好きな曲だって。よかった、素敵な歌声、声質がいいって。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。はい、今日は最後にカラオケをさせていただきました。ありがとうございました。それでは壇上を読まさせていただきたいと思います。13位ヨヨヨのヨさん、12位ももまるくんさん、11位はるさん、10位マッツさん、9位東さん、8位スーパーモモンガさん、7位ゆきおさん、6位あっちょさん、5位 KEVPH さん、4位りょうちさん、3位りんごさん。3位ありがとうございます。りんごありがとうございます。2位くまねパパさん、ありがとうございます。1位やすべさん、ありがとうございますです。皆さん本日も
配信を。皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。パチ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 、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お疲れ様。こちらこそありがとうございます。めっちゃ可愛いありがとうございます。やった。それでは今日も皆さん一日お疲れ様でした。お疲れ様。今日も配信を見に来てくださって本当にありがとうございました。サッチもとっても楽しい配信でした。今日もイエイ。それでは今日は以上となります。皆さん今日も配信ありがとうございました。じゃあお疲れ様。またね。おやすみ。まだ寝ないけどおやすみ。ありがとうございました。バイバーイ。